これより今年最後の大掃除を始めます。王子とリョカは倉庫、ランザーブは中庭、ムムは広間、エルフィリスは食料庫をお願いします。へえ、私ダーリンと一緒がいい。うげ、あのだだっ広い中庭を俺一人で掃除すんのか。わがままも文句も言わないでください。みんなでやることなんですから。ただでさえこのお城は広いんです。分担しないと掃除をしている間に今年が終わってしまうでしょう。ねえねえ、私は何したらいい。ムームは、そうですね、みんなの手が届かないところの掃除をお願いします。自分の持ち場が終わったら他の場所の掃除を手伝ってくださいね。今年の汚れは今年のうちに落としきりますよ。では解散。クラウ、倉庫掃除終わったぞ。ゴミはどこに置けばいい？ありがとうございます。ひとまず広間の入り口近くに置いてください。後でまとめて処分しましょう。わかった、リュウカ運ぼう。了解。ふぅ、やっと一段落だぜ。ん？どうしたリュウカ、何か聞こえねえか。そういえば勢いのいい足音が。十二粒子覚悟。え、女の子、ちょっとそんな勢いで走ってきたらぶつかるぞ。逃げろ。王子、今の音は、これは、いたたたた、もう誰よ、こんなところにゴミの山を置いたの。そんなことより十二粒子覚悟。覚悟するのはあなたです。どうしてくれるんですか。いらないものやゴミをひとまとめにしていたのに。あなたがぶつかったおかげで散らかったではないですか。そんなの知らないわよ。ゴミを置いてる方がいけないんじゃない。散らかしたのはあなたでしょう。責任を取って片付けてください。はあ、いやよ、私はそんなことしてる場合じゃ。片付けてください。はい。お城の中を散らかして申し訳ございませんでした。綺麗に掃除していただきましたからもう構いませんよ。どうしてこんなことに。君の名前はどこから来たんだ。私はボタン、日の本から来たわ。日の本？どこだそれ。ここよりずっと東の国よ。大陸を越えた先の島国。島国？すっげえ！海を越えてきたのか？そんな遠路はるばる、どうしてこちらへ？そうだったわ。ねえ、このお城に十二粒子って名乗るやつ来てない？十二粒子？誰だそれは。
日の本を治める将軍家の後継者よ。将軍家、軍の長のことですか？ああ、そういうとこもあるけど、それだけじゃなくて、王様、そう、王様みたいな人のこと。王様みたい？軍の長だけど王様みたいってどういうことだ？日の本ってね、ドラゴンと人が一緒に治めてる国なのよ。ドラゴンと人が？それってどういうこと？ドラゴンの頂点がアマテラス、人の頂点が将軍ってわけ。まあアマテラスが動くのは国が危ない時だけ。基本的な統治はアマテラスが決めた将軍がやってるんだけど。なるほど。実際は人とドラゴンそれぞれに頂点がいるから王様みたいと言ったのですね。で、その将軍の後継者が十二竜士ってわけか。なるほどな。つまりこいつみたいなやつか。あ、なんだなんだ、魔獣の声、今の近かったぞ。殿下、大変です。魔獣の群れがすぐそこまで迫ってる。ボタン、どういうことだ？十二粒子に追いつこうと思って急いでこの後ろまで走ってきたんだけど、その時に邪魔だったから魔獣の巣を蹴散らしてきちゃったのよね。はあ？それは魔獣も怒るというものです。みんな、迎撃するぞ。このままだと城に押し寄せる。どんだけの魔獣を怒らせてきたんだ。だって急いでたんだから仕方ないじゃん。口喧嘩している場合か。キリがないな。ここは俺が流化して。アディス、サザンカ、片付けなさい。はっ。え？今のは？ち、まだ嫌がるか。しつけえな。片付けろというのが主の命です。我らは命を遂行するのみ。アルベリアの皆様、助立ちいたしましょう。おい、悠長に構えてる場合か。後ろ見やがれ。危ない、次の群れが突っ込んでる。やれやれ、戦の前に名乗りも上げさせないつもりですか。我こそは十二竜士が一人、家康。我が魂と千切りしドラゴン、マリシテンの力を持って押して参る。さて、一気に仕留めるぞ。強靭連山。あれだけの魔獣を一瞬で消し飛ばすなんて。
彼はドラゴンになったのか。その通り、あの方こそドラゴンの力と姿をその身に宿すことを許されたもの。一騎当選の日の本の将軍後継者、十二竜士家康様にございます。ドラゴンになることのできる王の継承者、これではまるでアルベリア王家と同じ。おいおい、驚いてる暇はねえよ。まだ魔獣は押し寄せてるぜ。あ、みんな残りの魔獣を倒すぞ。